に汐留店さんでリリースイベントがあったんですけど、まあ、その直前にちょっとだけ、まあ、10分ぐらいそうゲリラ配信をしたんだけど、汐留なんかイルミネーションが綺麗でした。すごい、こんばんはって来てた。こんばんは、ただいま、ありがとう、来てくれて。こんばんは、あいたんのポキくだせー。もうポキ食べちゃった、全部食べちゃった。あー、全部あいたんだせー。どこだ、こんばんは、さっき、あ、たけさん、こんばんは、ありがとう、来てくれてありがとうございました。ペコリンチョ、あいさん、こんばんは、お疲れ様。あー、はるぱるさん、ただいま、ありがとう、ありがとう。なんか耳曲がってない、ありがとう、ありがとうね。あいたん、こんばんは。ひろきさん、こんばんは。プリッツの日終わったよ、もう。こんばんは、お弁当さん、こんばんは、起きててくれてありがとう。あ、こんばんは。あ、漢字たけさん、こんばんは、ただいまです。新生姜ミュージアムってそんな近いの？まあ、近いっていうか、まあ、そうだな、あいたんはどこでもドアがあるからね。こんばんは、リリーベット。あ、えのちゃん、来てくれてありがとうね。こんばんは、名古屋でお会いした青いのぎ僕。あっと、ありがとう、プーチョのマサルワッキー、ありがとう、マサル、ありがとう、ありがとう、ゲボックさん、ちゃんとマサルさんって呼びましょうか。改めまして、ラックユアイドル編集部の、アオイタンこと南波アオイです。よろしくお願いします。ベコリンチョ、ぜひ今ですね、ショールームイベントに参加してるんですけど、まあ、毎日配信してるので、右上のハートピンクにしていってください。ケンピー、バラありがとう。バラより君は美しい、ありがとう、ぴょん、ありがとうね。あー、お弁当さん、リースさん、ありがとう。あきら先輩、あれ、あきら先輩どこ行った？あれ、あった、いた、ふいしょ、ふい、ふい、ありがとうな、ありがとう、リースさん、ありがとう。ポテロングも全部食ったの？いや、全部は食べてないけど、あるけど余ってるよ、余ってるけど、うん、こんばんは、あー、まつみさん、こんばんは、おかえりなさい。確かにイルミネーションを切れた素敵な女性と一緒に見て歩きたいものだ。うん、あおいたん、あおいたん、イルミネーションオフ会とかしたいわ。覗きに来ました。あ、本当ですか、ありがとう、ペコリンチョ。こんばんちゃ、あ、ケンピー、こんばんちゃ、ありがとうね、今日もありがとう。着替え忘れてた。うん、着替えて着替えて、ぜひアバターをもらってないよという方、お星様1個でも投げるとアバターがもらえますので、ぜひもらって着替えてください。どこでもドアください、イエーイ、どこでもドア、どこでも置いた。行ったこと無視しやがった。あ、タモさん、今日リリーブありがとう、おかえりなさい。なんか文句でも、ポキとトップありがとう。あ、こちらこそありがとう、いっぱいありがとうね。50完了しました。あ、カニタケさん、カウントありがとうございます。あ、セラフさんいるじゃん。50完了しました、ありがとう。ここだな、快速ラビット、あ、もじゃさん、快速ラビット、ありがとう。アキラパイセンだ、そう、アキラパイセン、うん、覚えてたら怖いですけど、僕で良いですよ。ありがとう、ゲボクさん、また名古屋で会いましょうね。あ、お姉ちゃん、ばばあ、ポプラちゃん、こんばんは、ありがとう、ペコリチョ。一日お疲れ様です。あ、はちみつ兄さんもお疲れ様です、ただいま、おかえり。イルミネーションオフ会、ぜひぜひ。いや、なんかそう、季節のものを一緒に楽しむものをやりたい。あと、やっぱなんだ、ディズニーみたいなあれも行きたい。星投げをいたしました。あ、みつひろさん、ありがとうございます、ありがとう。新生姜、あ、夏冬だ、久しぶり、来てくれてありがとう。そう、もう日付変わりましたが、皆さん昨日11月11日は何を食べましたか？そう、そういうことです。あいたは、まあ、昨日はポッキーとトッポとポテロングを食べたんだけども、そう、あと、うん、そんな感じかな。そう、岩下の新生姜はこの間食べました。でも、そう、今日夜ご飯にご飯にかける岩下の新生姜と納豆を混ぜてたのをご飯のせて食べようと思ったの。そしたらお寿司があった。お、出てきた、みんな、岩下の新生姜だ、やったー。これ
この間岩下の新生姜ミュージアムでスタンプラリーを全部ゲットしたらこれ一袋くれるっていうのでもらったんですよ。そう、この間たこ焼きにも入れたけどもう一袋ある、うん、どうぞみんな食べるかい。キュ、あ、バナオさんキュ、おかえり。懐かしいのかぶってるこれ、なんか耳曲がってるんだけどこれ。ご挨拶だけありがとうバナオさん。どこでもドアがあれば。俺はすぐ置いてあったね。ゴーさんとまだお話ししたことない。電波、あ、ワゴー、ありがとうワゴー。電波悪いのはね、その前に新生姜オフ会だね。そう、本当は違うんですよ。あの今だからまあ言えるけど、あの誕生日の時のオフ会を岩下の新生姜ミュージアム、オフ会っていうか撮影会を岩下の新生姜ミュージアムにしようと思っていたんです前。そう、いつかやりたい。ポッキーゲームやったんだっけ。そう、あげたあげた。50カウント完了だじゃん。ポプラちゃんありがとう。あ、お星様投げとこう。ありがとうございます。改めまして、はじめましての方もはじめましてじゃない方も、来てくれてありがとうございます。ラックユーアイドル編集部のホップステップスマイル、みんなで作ろう笑顔のは、葵ちゃんことナンバー葵です。ただいまですね、皆さんの左手のバナーにあるこちら、東京、嘘ついた、テレビ東京放送のショールーム地上波番組道玄坂コネクションの出演者イベントに参加しております。今度の木曜日まで、もう待って、火水木あと3日しかない、11月10日木曜日21時59分までなんですけども、審査員の方に気になる配信者に選ばれたら番組に出演できるという、なんと斬新なオーディションでございます。で、まあ、かつですね、50万ポイント達成するとアバターが獲得できます。アバター獲得まであと17万ですね。果たしてあと3日で大丈夫か、おいた。はい、そんな感じで、まあ、お星様50カウントもちろん、なんかコメントとかでみんなでお話できると嬉しいです。気軽にコメントしてください、よろしくお願いします。ペコリンチョ。ショードも忘れてました。おっと、そうなの、みつひろさん。じゃあ次はペーパーかしら。ペコリンチョしに来ました。ありがとう、エララブさん、ありがとうね。あのさっきお星様投げてくれたでしょ、ありがとう。ちくわ、ちくわ、あ、ちくわ食べたの？それは1に見えるね。季節のもの、葵たんがソリを引いてくれるとか、せいせい重いな。細長いもの食ってないや。そう、細長いものは何でも1に見えるかなと思ったよね。ニュージンジャー、そう、岩下の新生姜。そう、これは本当に、まあ、そのまま食べてもいいし、それなんていうの、なんかいろいろ料理に使うのもすごく美味しいですよ。ばば、あ、おーい、TT さん、おーい、おかえり、来てくれてありがとう。私もケーキにかける岩下の新生姜食べてるよ。ん？どういうことか、この先生。あれ？おかえりなさい。葵があんなこと言うなんて。なになになに？やめてやめて、怖い怖い。配信でイルミ落としてくれたおかげで迷子になりながらもつけた。やった！葵たのおかげ。そう、皆さん、なんか、ないかな？イルミネーション。ね、見たいよね。そう、イルミネーション今日汐留で見たんですけど、なんか葵ちゃん行ったことあるのとか、なんか枚方パーク、大阪の枚方パークのイルミネーションがすごい綺麗だったなみたいな記憶あるけど、なんかおすすめのイルミネーションがあれば教えてください。こんばんはです。あー、タコさんこんばんは、おかえり。大人になったな。なんだなんだなんだ。かわいい。あ、イモくんおかえりなさい。来てくれてありがとう。メンバー同士はポッキーゲームやってないの？ゆうさん、ととか。恐れ多い。左手のバナナ？ん？バナナ？あ、バナナはあるけどうち。日照ボケは難しすぎてポッキーの日なんて浮かれてる余裕なかった。はい、お疲れ様。この気なの気気になる気。ぴょん。肩が痛い、どうした、こんにちは。あ、明日朝早いか、星投げカウントしたら寝る。ありがとうチョロリー、ありがとうね。そんなあなたに耳の風風ごら、細長いもの、葵たんのこと食べていい。葵たん細くないよ。練習問題間違いまくってへこんでる。あら、よしよし、イワシカちゃんのコスプレでソリを引くってよくね。いやでもそう、いや、そう、岩下の新生姜ミュージアムにもあるんですよ、プロジェクションマ、プロジェクションマッピングとか。あれ可愛いですよ。平パイので溝に落ちたの覚えてる覚えてる。そう、片足がね落ちてしまってそのまま、うん、そういうこともあるよね。みんなのイルミネーションリプ募ってみたら、あ、確かに
でもなんだっけ、読売ランドとか綺麗なんでしょ。神戸のルミナリエ、神戸、神戸行ったことない人生で、神戸、神戸わかんないよ、わかんない、イルミネーションわかんない。確かにリリーベ、始まるまで時間があったらイルミネーション見てた。ウィング羽、ウィングさん、あれウィングさん、ありがとうウィングさん、あれウィングさん、どうしたの、なんか名前ウィングだったっけ、はじめまして、あら、どこ、はじめまして、来てくれてありがとうございます。改めましてあおいたんです、来てくれてありがとう、ペコリーちゃん。キュー、あーサイサイさん来てくれてありがとう、今日はお疲れ様でした、来てくれてありがとう。んーと、大阪御堂筋は毎年世界一のイルミネーションやってるよ。そうなの、大阪ってそういうのイルミネーションやっぱ有名なんかな。ありがとう、ゆさくさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。ありがとう、みんなお星様ご助感とありがとうございます。ぜひ通りすがりの方も、数字を1から50、1個ずつ打つと50ポイントまで入ります。もしくはですね、あおいたん、うさ耳が似合うね、あおいたんとポッキーゲームがしたい、あおいたんとイルミネーションみたいな、なんてコメントを50個入れていただけるとポイントになりますので、ぜひよろしくお願いします。ペコリンチョドン、読みらん本当に綺麗だから行ってほしい、じゃあ行こう、行こう、一緒に。初めて4人で歌ってるの見た、あ、本当ですか、本当ですか、そう4人で。ただ今日ね、そうそうなんですよ、今日まあね、あのリリースイベントだったんですけど、マイクがワイヤー付きで、そう、あのラクユ入った初のワイヤー付きマイクだったんで、1回しかやったことないんですよ、過去に。あいたも1回だけがな、ワイヤー付きマイクライブで。だからもうね、それで4人で、で結構ステージがぎゅうぎゅうだったので、もう誰か落ちるんじゃないかと。仙台の光のページェント来るしか、ページェントって何？こんばんは、今日は岩下の新生姜子さん、あー、みなこさん、あ、本当にちょうどいいじゃん。岩下の新生姜があるよ、ここに。地元で自宅をイルミネーションキラキラして、そのコンテストが素敵。いるよね、お家でキラキラしてる人。あー、ケンピー、こんばんは、ありがとう。ありがとう、とう。ありがとう、うさぎに小判、ありがとう、あおいたんのどこでもドア欲しい、かける50 ありがとう、かける50。よいしょ、ちょっと飲み物を飲みたい、なんか最近喉が乾燥している、うわー、うん、うん、いやー、よいしょ、ポッキーゲーム、やろやろ、ポッキーゲーム、いやあるよ、今日のあまりは、あれありますとも、そう、ここに、あれ、わかった、今ないと思った、ポテロングは母親に食べられている、なんか今日パパ食べる、パパ、あれ、なんかお菓子食べられた、今日、そう、今日トッポとポッキーとポテロング持ってたけど、ポテロング食べられた。優勝すると金1分もらえるとか、すごい、こちら、あいた、ありがとう、ハルパルさん、トントン、ありがとうございます。全力でやっても空は飛べないのか、空も飛べるはずなのに、よし、今日こそは空を飛ぶんだ、つつつ、ふぅ、行くぞー、パタ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 。ワイヤー付き、そうなんですよ、ワイヤー付きマイクだったらちょっとね、そう、なかなか、なかなかでした。町田のスタイルよりも全然ちっちゃかったね、花似てるとかじゃなかったね。イルミネーション、近原と読売ランドが多摩センター、ピューロランド行きたい、ピューロランド。光のページェントっていうイルミネーション、それに宮城なの。超省エネライブだったね、もう無理なんだもん、そう、無理なんですよ、そう。まあでもね、あのアットホームな感じで楽しかったです。光のページェント見に行ったカップラ、別れると聞いたらダメじゃん、じゃあ調べたら出るだよ、意外と有名。そうなのか、でも別れるって言ってるよ。あいた、あー、土田さん、こんばんは、来てくれてありがとうございます。じゃあチョロリ、ありがとうね、遅くまでおやすみなさい、ありがとうございます。で、あ、そうそうそう、今日の配信なんですけども、この配信はとりあえずですね、今何時？12時半から始まって1時10分ぐらいまでの、まあ予定でやってます。で、
まあもしかしたらそう、まあ、みんなね絶対もう寝てしまうとは思うんですけども、そう寝てしまうとは思うんだけど、夜中になんかゲリラ、夜中か明け方かわかんないけど、そうあのゲリラ配信をやろうかなと思ってるんだけど、そうダメで明日の昼間もゲリラになると思います。いちごのポッキーは、いちごこれこれですか、いちごこれさ、箱がなんかね、あれこれじゃない、あれこれじゃない、あれ待って今気づいた、このポッキー誰かと入れ替わってる、あれアイターのポッキーはここの横が潰せるやつなんですよ、シェアハピル、あれ誰とポッキー入れ替わったの、まあいっか、室内で飛ぶな、風を起こすぞ、俺は台風を起こすんだ、いや迷惑だな、町田より小さいステージでマジか、うん、なんか結構あれです、もっとそうキュッとした感じ、やばい耳パタパタ、面白いし可愛い、本当に本当にいくらでもやってあげよう、あれだチーターあげた日のライブのマイクがコードついてるやつ、ああ外のやつね、20年前に光のペレット見に行ったけど確かに綺麗だった、20年前、アイタースキピ、あキャンちゃんおかえりおかえり、デンジャラスだねデンジャラスだね、あら別れるのか、知らんかった、ダメだねワゴ、嫁と言ってない、そこ当時付き合った彼女とは案の定別れたけどね、怖いな怖い、夜中やろ、夜中やる、何時に起きてるのみんな、そうまあちょっとそうなんかやるぞっていう時にやるね、アイタンこんばんは、お返事ある、あ、かおりさんありがとう、いえいえこちらこそ、お誕生日のねあのリプありがとうございました、明日もゴリラ、違うほらほら見て見て、こんな可愛くてどこからどう見てもウサギでしょ別れる前に恋人を乱し、おっと何を、なんかさワゴさインスタの名前変えてたでしょ、ど深夜のことアイタンのためならいいよ、ありがとうありがとう、こんばんは、キッチンダイブ、おととい放送の指原の番組で紹介された、あ、トヨタさん、そうなんですよ、ダイブさん最近なんか取材とか多いみたいで、お風呂上がり配信、おっとほっこり、ま、漏れなくテレビになるけどね顔が、わら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 台風いやまあいいか、おいたんらしいわ、え、ダメやった、すり替えられてる、いちこぽけ、ねえ誰とすり違ったんこれ、まあいいか、ほらずっと起きてる、ずっと起きてる、ダメだって、え、ダメだよ、いいのか、嫁とか行ったかもな、16期生の稲妻、稲垣だった、もういちごポッキーですね、いちごとあとなんか冬の口どけってやっぱ冬季限定のやつが有名だね、あ、かおりさんハートありがとうございます、ありがとうハート、思い出はチキニアイドル、ありがとうございます、かわいいウサタンだね、ありがとう、そうなんだっけなんだっけセリフあれだ、おい人間どこをどう見たらウサギだって言うんですか、ほれほれほれってやつ、ウサギさん好き、ありがとう、ラビットさん、お何を何のをどこからどう見てもゴリラマネ可愛くない、4時30分起き、もはや4時30分には全然寝るぐらいな、何時まででも起きてますとも、やめまあねみんなねそうあの体調はね崩したらあれだね、まあ無理はせずで起きてたらぐらいね、さあピョンピョン、なんかよく考えたら結構耳がえぐいんだよなこれ、ピョン、インスタの名前いじってないかと、なんかワゴ丸じゃないんだよね、なんか心を込めてハート100個、かおりさんハートありがとうございます、ありがとう、それ虹の架け橋さんしてる、昨日話したよ虹架けさんの話、キッチンダイブ24時間 YouTube で配信されてるみたい、そうなんですよ、そう皆さん亀戸にある、まあ、あのアウタンがよく行ってるキッチンダイブさんでお弁当屋さんは、24時間営業でお弁当とおにぎりを販売してます、うさぎでしたって、そんなことはどうでもいいんですよ、ワゴだっちゃになってる、いつ買えたか覚えて、嘘酔っ払い、あお弁当さんありがとう、ありがとなあ、さあせっかくだからちょっと久しぶりにアキラ先輩なぞなぞやろう、こんばんは、あ、さわりかありがとう、フロムタイランド、センキュー、
ハローアゲイ。あ、お弁当さんハートもありがとうございます。ありがとう。あーもういいでは、チキニアイドル、ありがとう。ガシだよね、ガシガシ、この耳ね、ガシ。おい人間、そうそう、かわいかった、そう、おい人間、一瞬ラビットのセリフ忘れてたような、忘れてません。虹かけさん、すーちゃん、すーちゃん、すーちゃんって呼ぶの、なんか人気ないってマネージャーがぼやいた。虹かけさん、マネージャーさんが言っちゃおかんくない。あおいた、あーえざちさんこんにちは、来てくれてありがとう。こんばんはだ、こんばんは。じゃあちょっと電池あるかわかんないけど、まあ、久しぶりにやってみようかな。はい、でててー、こちら、まあ、あれですね、テレビ局の違いは置いといてですね、みんな大好き、神うさぎロペのアキラ先輩というキャラクターのぬいぐるみがうちにいるんですけども、なんとこのアキラ先輩、謎々を出してくれます。すごいでしょ、全部で5問出してくれるので、みんなで一緒に考えてみよう。こんばんは、いた、あ、半熟さんこんばんは、来てくれてありがとう。よし、じゃあスイッチを入れます。言わない、酒は飲もう。そうなのね、行きます。あーって暇だし、あ、俺と謎謎でもやんね。無事だね。今から俺が5問謎謎を出すから、頑張ってたくさん正解しろよな。はーい。答えるときは俺のお腹をグッと押して答えだべ。はい、じゃあ謎謎スタート。第1問、乗られた人が疲れる車ってなんだ。乗られた人が疲れる車ってなんだ。乗られた人が疲れる車、トラック、リムジン。え、乗られた人が疲れる車、疲れる、疲労、タイヤ。疲れる車、飛行機、飛行機、車、あー、肩車。おー、乗るじゃん。ありがとう、ありがとう。じゃあ次行くな。はい。第2問。はい。冷蔵庫に入っている動物なんだ。冷蔵庫に入っている動物なんだ。え、ゾウじゃない？違うかな。ゾウ。あれ？ゾウ。言ったのに。こんばんは、こんちくん。世界の中心にいる虫なんだ。世界の中心にいる虫なんだ。センター。え、なに、世界の中心にいる虫、カブトムシ。世界の中心で愛を叫ぶ、待って、世界の中心で愛を叫ぶしか出てこない。どうしよう、どうしよう、待って、チョウ、カブトムシ、クワガタ。か、正解。おお、書いてみると分かるやつな。じゃあ次いくな。そういうこと。第4問、はい。靴の中に鹿を入れると何の食べ物になる。靴の中に鹿を入れると何の食べ物になる。靴の中に鹿、あー、イエスイエス、串カツ。パス、パスじゃない。1回だけ問題変えるで。いや、パスじゃないねん。第4問、はい。これなんだ。ん、あ、あ、あ、なんて言った、ま、あ、あ、あ、これなんだ、あ、つった、ま、ま、あ、あ、発声練習、発声練習、うん、あ、あ、ま、あ、さんま。いや、つった、正解はさんま。じゃあ次いくら、言ったじゃん。第5問、はい、次が最後の問題だな。はい。学校が休みの時に走る電車は何電車？休日列車。え、何？学校が休みの時に走るの？何？パトカー？学校が休みの時、学校が休みの時に走る。あーあーあーあああ！休校。休校。わあ！イエーイ！結果発表！結果発表！正解数は5問中！デレレ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 
やでもな、満点狙えたよこれは。なんてことしてくれんねん。すごい、でもこんなちゃんと答えられてるのなかなかないよ。どこまで行った？シアって題名のメルキタお弁当シアしたのかなと。ポッキー加えてる可愛い画像だといいね。さあスーちゃん、滑舌に自信が持てるようになったのか、なぞなぞ。でも今思ったけど、例えばなんか動物なんだって言われてゾウってよりゾウって言う、なんかそう、なんか最後を下げた方が聞こえてくれるかも。こんばんは、おいたん半熟さんありがとう。アキラ先輩こうデンジャラスだよな。デンジャラスいたんじ。結構に人気でしょ、スーちゃんライブ楽しいし。疲れるのやる、ありがとう。出たアキラ先輩久しぶりの肩車すごいね。軽自動車リタイヤ、おーリタイヤ。こんばんは、あーコンチくん、コンチくんさんってさツイッターフォローしてくれてない、もしかして。ありがとうございます。こんばんは、ラックユーアイドル編集部青田ことナンバーオイでーす。来てくれてありがとう。ぜひイベント中なのでお星様50カウントしていただけると嬉しいです。ペコリ肩車ありがとう。肩車パチパチパチ、リリースイベント疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうゾウ、ありがとうゾウ。おいおいカンニングやろ、んなんか言った、滑舌だな、笑ってるか、わらわら、なんでかって分かった、世界なんでぬいぐるみ持ってるの、可愛いから、わらわらか。今日は聞き取ってくれるのかと思ったらいつも通りだね。あら花って言ってかーかー、世界の中心で、もうダメだよね、世界の中心でって愛を叫ぶしか出てこない、カンニングツー、なんでか世界、串カツパスパス草カンニングさんさんま、すごいね足カンニングばっかり、うん遅れてるみたい、休校休校、すげえみんな、すげえみんな、なんでそんなわかんの、なぞなぞ、こんなに答えれてるの初めて見、いやおいたも初めて見た、みんな頭柔らかい、それな、でも世界なのにね、エヌラブさんのおかげ、やるじゃん、答え言ってね、パスされる青い、そういつも聞き取ってくんないの。あパトダイちゃんありがとう、あツイッターフォローありがとう、ダイちゃん、だるまさんありがとうございます、おかえりなさい、ありがとう、どすこい、ありがとう、ぴょん、ありがとう。いつもは一人もないね、カンニングじゃん全部、なんだと不満があるのか、問題数いくつあるの、なんか全部で100以上収録されてるんですよこの問題は、確かだよ確か、そう、安定の低い認識率、なんでだろうね。ナンバさん、あーすやすやなさんこんばんは、おかえりぴょん、ありがとうございます。だるま100個ぐらい、100個どころじゃない、ありがとう、どすこい、ありがとう、どうでしょう、軍団よりカウント完了、ありがとう、柿崎泉森泉圭さん、ありがとうございます。はじめまして、ラックユーアイドル編集部の、ホップステップスマイル、みんなで作ろう笑顔のぴょん、あおいちゃんことナンバーあおいです、よろしくお願いします。ペコリンチョ、ぜひ右上のハートピンクにしてってください。昨日会いに行きたかったんだけど終わる頃だったよ、今度会いに、そうなの、ぜひともお越しください。さて、うちはのばちゃんと違って花と草使い分けてるの。あそうなの、全部花だよ花。真ん中の花ではね、真ん中の花、世界の中心か、やっと理解、そういうことらしい。語尾下げる形でもう一回やってみれば、もう一回何だっけあれは、ちょっと待って、どこ行った、あのさロペさん、ロペさんどこ行ったの、ロペさんいなくなっちゃったんだけど、ロペさんやりたいのに、あれロペさんがいない、ちょっとロペさんでやりたい、あーい、みんなこんばんは、こんばんは、もう一つのウサギの謎謎は、そう、なんかちょっと待って、ロペさんがいない、しょうがない、ちょっと探しとこう今度。先輩欲しい、これあげないよ、不満ないです、楽しいです、ペコリありがとう、ペコリ、こんばんは、食券です、おもう一つさん、ありがとう、はじめまして、1996年生まれ9月4日1996年9月4日生まれ乙女座の大型、好きな食べ物は抹茶のスイーツと、卵卵です、よろしくお願いします、ペコリンチョ。
こんばんは。あ、じじさん、こんばん、ぴょん、おかえりなさい、ありがとうございます。やっぱ置いたんだな、たらー、ありがとう。だるま500個、だるままで500個どころじゃない、ありがとう。だるま、あ、りほちゃん、でれんでんでれん、ぱ、ありがとう、かわいい、あおいたん、ちゃ、ありがとう。ナンバーが芸名やろ。あ、ドラゴンさん、それはまあ芸名か本名かはあなた次第です。うさぎうるさい、ごめんて、昨日さ、午後からサボって行こうかと思うんだけど、そういう時に限って仕事忙しくって、くさ、ダメやって、お仕事は真面目にやろう。やっぱなんでロペスないんだよ、ロペス、お部屋発動中、なんでだろうな。ちょっと綺麗にしたんだけど、綺麗にしたら逆にどこに何があるか分かんなくなった合コン会、自己紹介大事、合コンってそういうものなの。乙女だれ、大型の青いた、違う、大型、違う、ちゃうねん、ちゃうんだよ、大型。世界の文字の真ん中の文字がかだから、そう、か。深夜に叫びが来た、かわいいでしょ、かわいいでしょ、生き別れの妹なの。1965年11月8日生まれ、54歳児、輪ゴム。ありがとう、合コン風だね。1965年までご丁寧にありがとう。たたたたた、あ、かおりさん、リスさん、ありがとう、しっぽーふい、ありがとうな、リスさん、久々に青いたんに会いたいな。まさん、いつ会えるんでしょう、何を言わせる、だるま1000個投げた、ありがとう、だるま、そしてハートもありがとうございます、ありがとう。ピコハンの K です、ピコ、ありがとう。思い出はチキンにアイドル、ありがとうございます。あと大ちゃん、ありがとう。掃除すると物どこ行ったかわからんくなるよね。わかりみ、そう、全然わかんない、なんかいろんなあれだったらあるよ、あの前手作りしたフォーキーもなんか手がひん曲がってるけど、どこ行ったかな。4次元ポケットあんなにいろいろ入ってすんなり欲しいもの取り出せるのはなぜか、ドラえもんってすごいんだよやっぱね。よいしょ、はい、告知を一回したいと思います。まずですね、先にアウターの、まあ、個人のあのやつなんですけども、こちら11月30日土曜日、ナンバー青い撮影会&オフ会があります。イエーイ。こちらですね、なんだ、まあ、9月4日ぶりの、あの撮影会とオフ会なんですけども、まあ、今回もちょっとなんかいろいろ考えて楽しめる感じに考えておりますので、ぜひとも来てください。今ですね、チゲットでご予約受けたまっているので、19日締め切りかな、なのでお早めにぜひ皆さん、ご応募お願いします。ありがたいことにですね、撮影会はおそらくまたまた抽選になるでしょう。オフ会はまだ全然大丈夫なので、本当にそう、皆さんギリギリを目指さず、余裕を持ってご応募お願いします。ペコリンチョ、はい、よいしょ。あれ、ててあれ、早くて水曜日かな、ペーパーアイドル一回りしたトヨタさんが欲しいものを想像してポケットに手を入れると、そのものだけポケットに入ってる仕組み、素晴らしい。名前薄くねちゃう、なんかインクなくなっちゃったの。いいな、11月30日、そう、11月30日、このなんていうの、ハロウィンでもないクリスマスでもない、そんな時に行こう。心を込めてハート500個、ありがとう、ハートいっぱいありがとうございます。そんなあなたにトッポどうぞ。チゲは好きだよ、辛いね、抽選会を、そう、ありがたいことに、お、やっぱり人気者じゃ、いや全然そんなことないのですが、まあなんかね、そう、まあ、撮影会オフ会ともにちょっとまた楽しい思いになるように頑張りたいと思います。そしてですね、ライブ自体はですね、今日ラックユーアイドルパスのリリースイベントがあったんですけど、次のライブはもう明後日です。明後日、あれ、アイドルパスどこ行った、またこれもあれですよ、アイドルパスがまたこれ掃除したら分かんなくなるやつ、あった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 、はい、こちらですね、はい、
文化放送浜松駅北口文化放送サテライトプラス広場にて行っているペーパーアイドルラック誘拐が11月13日水曜日に行われます。夜の19時スタートで、19時から19時半公開収録があり、その後ライブとなっております。ゲストはこの日はニコニコラバーズさんですね。でライブゲストには、ラックボイズ編集部メイド、サンスパイドリポーター SIR さんのチーム AT さん、そして、SIR 9期候補生さんかな、まあそんな感じで、そう盛りだくさんになっておりますので、皆さんぜひ観覧無料なので、ペーパーアイドルは観覧無料、まあちょっと外の寒いので暖かくして来てください。ぜひぜひお待ちしております。ピコリンチョ。そして、その次ですね、その次のイベントは1週間後、こちら、ちょっとまだ出演時間が出てないのですが、11月18日月曜日、ラックユーアイドルフェス in 新宿レニーがあります。場所新宿レニーで、会場14時半、開演15時です。で、まあ、出演時間多分ね、そろそろタイムテーブル出せると思うので、もうちょっと待っててください。今チケットでご予約受けたまってます。もう最近何でもかんでもチケットなんだよ、なんかアドサプライズ、そういうこと。そうで、まあ、表紙のね、この表紙のフェスティブさんをはじめ豪華アイドルさんが出演してくださいますし、ラックユーアイドル編集部もね、そう今日はちょっとワイヤー付きかつスペースの問題で全然ちょっと動けなかったんで、次はお暴れできるように楽しみたいと思います。ぜひ皆さんお越しください。ピコリンチョー、よいしょ。ドラえもんがガラクタいっぱい出すときはパニックって想像できないとき、そうなの。あー、ありがとう香織さん、音符ありがとう。じゃあ音符の代わりに出てきてー、豚さん、ブヒ、ありがとう、音符、ブヒブヒ。アイカードオフ会に行けせ、行ける人羨ましい。いや、なんか撮影会とオフ会なら撮影会の方がありがたいことにちょっと人気で、そう、オフ会もぜひって感じです。24日のチケット取れなかった。24日ってなんだ、24日って何。ポッキーあるけど食べない。ギョ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 、こんばんは。あ、ありがとう大ちゃん、ありがとうございます、来てくれてありがとう。こんばんは。葵の部屋もある意味4次元空間。おっと、こんばんは。ピコリンチョ46度、ありがとう。ヨミちゃん、ピコリンチョからのピョン。ガチャチファイト、ありがとうありがとう。パト大ちゃん、ありがとうね。ペパドルの大抵知りたい、わかる、わかります。ペーパーアイドルのタイムテーブル、もうね、あれですよ、ホームページとか公式ツイッターには載せてありますよ。うん。ぬら、わー、久々に書いてるね。そう、ちゃんと書こうと思ってさっき書いてました。チケットに聞き。チケットじゃないの？チケットなの？チケットなの？チケットはなんか辛そうだな。チゲー！浜松町の編集部は8時5分からですかね。ありがとうございます。確か、うん、そうね、そう。そうです、その時間です。お、9期と会うんやね、林彩香によろしく言っといて。え、仲良しなんですか。この間ね、もうね、9期候補生お披露目の時に会ったんですよ。そう、多分彼女たちはなんか私たちがなんか偉いかのようにすごい腰を低く挨拶してくれたんだけど、いや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 って思った。初見かわいいね。あれあれ、涙さんだ、かわいい。あれ、涙さん、あれ、あおいたんが知ってる涙さんで合ってるかな。ありがとう、はじめまして、久しぶり、はじめまして、来てくれてありがとう。ラックユーアイドル編集部のホップステップスマイル、みんなで作ろう笑顔のは、あおいたんことナンバーあおいです。ぜひ毎日配信してるので、右上のハートピンク色にお願いします。ありがとう涙さん。タコさん、お待たせ、ハートありがとう。ピコハンの件です、ピコ、ありがとう、ハート。ワゴ前戻してきたです。あら、いいんですよ、全然ワゴでも何でも。ACL 化粧。ACL って何？なんかさ、右目だけ最近乾燥するんだけど、どうしたらいい？そのうさ耳の時代遅れ感が否めるね。一時期さ、新大久保やら何やらさ、こうやってみんなうさ耳つけて遊んでたのにさ、やっぱさ、人って何かさ、飽きるんだよね、やっぱね。あ、りほちゃん、ありがとう、バラ。バラより君は美しい。ありがとう、バラ。了解、確認しておく、ありがとうございます。心込めて800個、ありがとうございます。ナゲットではない、チゲットである。あー、大ちゃんありがとう。パト大ちゃん、パト大ちゃんのパトって何、何のあれなんだろう。黄色、なんかさ、黄色だるまさんがさ、どこ行っちゃった。あ、いた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 、
どすこい、この黄色が目に入らぬか。ありがとう、黄色だるまありがとう。今日はもう寝る、通知に気づいたらワンちゃん起きるかも。ありがとうございます、はるめめ、いつもありがとうね。あれ、もしかしたら名前変えた。そう、名前を変えました。前世と現世でありがとう、来てくれて。初めてマネージャーゲリラ配信見たけど、普段からあんな感じなの。あんな感じです、あんな感じですよ。眠い、眠すぎる。31、行きたいなー、来てほしいなー。あ、大ちゃんありがとう。紫だるま、待って、今度は白いだるまがいなくなった。いた、ありがとう、ありがとう。紫だるま、白、これまさに人類さんだ、ありがとう。元橋場の人、橋場、50体板橋間違え方、どこかで見たことあるような、ありがとう、いいんです、どこかで見たことあるような。いやでもやっぱり見てないかも。そうか、葵ちゃんっていうのか、覚えとこうっていうことで、よろしくお願いします。だるま100個、だるま祭り、ありがとう、ありがとう。だるま違うよ、時代の流れが早すぎるよ。あ、そういうことか。パトリストの略、鈴鹿歩。あ、そうなの、パトリストっていうの、初めて知った、初めて知った。まだまだだな、おいたん。某店の某ちゃんだよね。某店の某、やっぱりそうか、相変わらず可愛い。某店の某ちゃんが分かんなかったけど、逆にありがとう、ありがとう、覚えてくれて。これからもぜひよろしくお願いします。ツイッターもやってるので、ぜひツイッターの方も見に来てください。めいてめいて、ドライアイ目がうずくぜみたいになってる今、おいた。あ、りほちゃん小判ありがとう、ありがとう、小判どうぞ、ありがとうね。急遽おばめない、マジさ、違うんですよ。サンスポアイドルリポーター SIR さんに、まあ、毎年ね、そう、候補生っていうものが入ってるんだけど、そう、今回9期だって。もう9年目ってことなの、 SIR さんは。そう、9期候補生が入って、そう、なんかオーディションみたいなのやってるんですよ。うかつに星投げちゃった、ありがとうございます、助かります。今ね、こちらの道玄坂コネクションの出演者イベントに参加してるんです。そう、名前変えた、多分みんな好き勝手嫌がって。そうそう、休みますか。今何時、あ、もう過ぎてた時間。まあまあまあ、なんだ青い、違う、ナンバー青いね、ナンバー、南に波って書いてナンバーで、コンペキのペキで青い、うん、板橋美優、誰それ、わかんない、ちょっと頭がちょっとわかんない。おやすみ、ありがとう、なん、ありがとうございます。はい、まあそんな感じでですね、とりあえず今日この後の配信なんですけども、もうゲリラばっかりになると思います。分かり次第ちょっと早めに時間を教えたいんですけど、おそらく皆さんがお休みしてる間にも通知が行くことがあるかもしれませんが、お許しください。ぜひ右上のハートをピンク色にしていってください。コメントを流れちゃった方いたらごめんなさい、またコメントお願いします。5位ゴーさん、ありがとう。4位もーちゃん、ありがとう。3位お弁当さん、ありがとう。2位パタダイちゃん、ありがとう。1位リホちゃん、バブー、ありがとうございます、ありがとう。はい、そして、他にもお星様50カウントありがとうございました。またね、そう、少しずつね、アバター獲得にも近づいてるので、そう、お星様50カウントも、して生きていただられたられです。952名の皆様ありがとうございました。右上のハートをピンクにするのはもちろん、Twitter と Instagram もやってるので、そちらの方もぜひ見に来てください。よろしくお願いします。べこりんちょはい、ということで、じゃあこれで終わりにしようと思います。尊いはい、ということで、まあなんか、そう、最近ね、そう、冬だし乾燥してるから、皆さん声とかね、喉を大事にしてね、健康に楽しく過ごしましょう。ありがとう、お星様ありがとう。はい、ということで、皆さんありがとうございました。以上、ラックユーアイドル編集部、葵たんことナンバー葵でした。おやすみ。